皆さんこんにちは。早稲田大学社会科学のルーシーです。本日はですね、皆さんにこの動画で山手線の名所をですね、2箇所ご紹介しようと思います。こちら下を走っているのが山手線なんですけれども、この正面を見ますとなんか見えますね。若干レンガ調の遺物があるんですけれども、これはですね、昔山手線で使われていたトンネルの跡だそうです。なんとこれが作られたのは明治時代ということで、大東亜戦争終結後にですね、戦災の瓦礫で埋め立てられたそうです。その跡が今でも一応残ってるんですね。ここ場所は富士見橋というところでございまして、駒込駅から田端駅の間にあるところでございます。結構大きな道路その横にありましてですね、田端駅から駒込駅へずっと歩いていくと、まあ、自然と通る道なんだろうというふうに思います。こちらの遺構はですね、さっき言ったかどうか分かりませんが、明治時代に作られたものでございまして、なんと明治36年、つまり1903年に作られた、こんな珍しい遺構がまだまだ見えるんですね。さて、1箇所目はとりあえず終わりでですね、2箇所目もまたですね、駒込駅から田端駅間のものとなります。こちらが第二中里踏切でございます。こちら東京都北区にあるですね、第二中里踏切は山手線唯一最後の踏切として有名です。こちらもね、もうすぐ取り壊されてしまうそうですよ。なんか陸橋ができる、そういった計画が立てられているそうで、それを完成した暁にはこれをもうぐしゃぐしゃにしてもうないものにしてしまうそうです。長さ14メートル、幅5メートルのですね、この第二中里踏切は開かずの踏切としても有名でございまして、まあ、山手線ってのは運行頻度がかなり高いってことで有名なんですが、本当に朝ラッシュのピーク時の40分以上も踏切が開かないという事態が起こるそうです。かなり大変ですよね。実際に踏切の遮断機が降りる様子を見てみましょう。東京でそもそも踏切を見ること自体が、まあ23区内ではそんなに多くないことなんで、この映像もね、かなりレアだと思いますよ。まあ、といっても踏切が全部なくなるまではですね、山手線のこの踏切がなくなるまでは、まあ、約10年ぐらいかかるとのことなんで、まだまだこの景色は長く見れそうです。実際ですね、踏切の指示に従って踏切の前で待っていますと、山手線の電車が通過していきました。しかしですね、この電車が通過した後も踏切が開くことはなくですね、今度は駒込方面から電車が来ますよというカンカンという音が規則的に鳴り響いています。これね、開かずの踏切と呼ばれているゆえんのですね、ネタバレ、まあ、種明かしという風になるんですけれども、この駒込駅と第二中里踏切の間は非常に短くてですね、なんと駒込駅に電車が停車している時から踏切が鳴り続けますので、まあ、必然的にこの踏切が降りている時間が非常に長い、そういうことになります。ですから、駒込駅でですね、まあ、乗客の皆さんとか降りるお客さんが手間取ってると、このね、踏切でさらに迷惑する方が多くなるということです。ですから、駆け込み乗車をされてですね、もう一回ドアの開閉を行って車掌さんが安全確認をするってなると、まあ、さらにね、この踏切の利用客が迷惑を困るということになりますので、駆け込み乗車をおやめください。ここから見るね、車両もね、非常に造形美が美しいですね。皆さんぜひ、駒込田端間を散歩されてですね、この踏切と先ほどの道灌山トンネルの跡地をぜひご覧ください。それではご視聴ありがとうございました。